あもう弱いくせに数だけは多いわね。まったくだ。とりあえず見える範囲の敵は片付けたが、早く場所を移動した方がいいな。ああ、それにしても随分とタフだな。東京キングダムではこれくらいタフな人間が普通なのか。ただのチンピラ、ゴロツキではなくノマドの下っ端だ。まあ普通の人間よりは頑丈で機敏で、トカゲに毛が生えた程度には厄介。それと数だけは面倒ね。トカゲに毛が生えたら気持ち悪いですね、多分。ノマドだと。それより連れが増えているけど、その子は大丈夫なの？なんでついてきているんだ？なんとなく。妙な子ね。敵意はないみたいだけど。名前は？ノア・ブラウンだよ。ブラウン？そうだよ。くれない。この子のことを何か知っているのか？いいえ、知らないわね。その顔も、ブラウンという名前も。うん。移動しないと、また来るよ。何のつもりだ？お腹が空いた。ねえ。だったら店に行って何か。私は構いませんよ。この部隊の隊長はあなたなのだから。わかった。それじゃあしばらくは行動を一緒にしよう。どうか。うん。ところでミスくれない、私たちはどこへ向かえばいいのでしょうか。そうだったわね。こっちよ。この場合
裏路地とかを通らなくていいんでしょうか。目立ちませんか。連中にとっては大通りも裏路地も変わらないわ。むしろ裏路地の方が得意かもね。なら土地勘がない私たちは大通りから動かない方が安全よ。もし何かあってバラバラになっても目印になる場所が多いもの。なるほど。私は防犯カメラをハッキングして怪しい人がいないか警戒しておきますね。すまないエビ。こういう時は謝罪ではなくお礼の言葉の方が嬉しいです、小太郎くん。そうか、ありがとうエミリー。はい。あらあら、ずいぶんと仲がいいのね。その子といい、中華連合の捜査官といい、知らないうちにまた周りに女の子を増やしているみたいだし。ああ、サポートの人員もなぜか女性ばかりだしな。そこは、や、上司の判断だから仕方がないだろう。はいはい。まったく。まあそれは今はいいわ。それより風魔、あなたは桃地東洋の目的がどんなものなのか、どこまで知っているの？いや、全然だ。やっぱりその程度なのね。さっきの口ぶりからすると、紅、お前はもう少し踏み込んだ目的を知っているのか。まさかこの任務の前に名前を聞いた程度よ。ただ桃地東洋の足取りを追って東京キングダムに来て、その男がある店に立ち寄ったところまでは分かっている。ある店？何の店だ？兵器か、それとも薬物か。大魔人の忍法の根源は何だと思う？バカにしているのか。大魔人は血筋による継承、つまりこの身に流れる血こそが忍法の根源と言えるだろう。その通り。才能の有無や努力の量ではない、受け継いだ血の濃さこそが大魔人としての限界とも言える。私たちが向かっているのは、その血を商品として売り買いしているところよ。血を売り買いするだと？理屈はどうであれ、簡単な答えでしょ。血が濃いほどに大魔人として優れるというのなら、ただただ血を濃くすればいい。それだけで強くなれるというのも一つの回答だと考えられると思わない？大魔人としての。
可能だ。私もそう思うわ。けれど島一つを犠牲にしてでも目的をなそうとする男に不可能なんていう理屈が通用するかしら。ち、今度は何をやらかす気なんだ、あのテロリストは。だとしたら、桃地がこの東京キングダムで血を取り込んだというのなら、あの男はもうこの町にはいないということか。というよりも、私が来た時にはすでに町を出ていたはずよ。いれば、私はちょうどいい力を試せる相手だったでしょうし。まあ、一目見たくはあったわね。人間をやめた人間の顔というものを。さっきの話、どう思う？笑えない話だ。下手をすれば人間の形すら保てなくなるぞ。ああ、この店ね。ここからは私と知らぬいにす。それと雪風で話を聞いてくるわ。私たちはこの大人数で店の中に入ると変に目立ってしまうから目立たないようにしていてちょうだい。それにちょうどいい話し相手がいるでしょ。それと中にはいくつか機械類も置いてあるようだし、話が長引くようなら適当に遊んであげなさい、雪風。はーい、了解、お母さん。風魔、凛子、店へ誰も入らないよう見張ってて。了解だ。冗談だろ。冗談は言えないよ、知らないから。食べ物か。私は何も持っていないな。私も。エミリーさんは？保存が効く携帯食ならありますが。携帯食は美味しくないから嫌い。その点には私も同意見です。何度か嘆願書を出したのですが、軍隊は味より栄養を重要視してしまいますので。そう、大変だね。
私は人が人のために作った食事を食べたい。そういえば、東京キングダムに行くと言ったら、トキコが持たせてくれたな。東京キングダムの食事は危険だからと、トキコが持たせてくれたんだった。今朝は朝食を食べる余裕もなかったからな。任務当日くらいはきちんとした食生活を送ってくれると仲間として安心できるのだがな。お弁当箱ですね。過保護だね。けど東京キングダムの食事にも警戒するってさすがはトキコさんだね。この町では何を信用していいかの判断が難しいからな。いい判断だ。いいなあ。ねえ風魔くん、私のはない。いくつか聞きたいことがある。答えてくれるなら食べていいぞ。分かった。即答か。いいのか、そんな調子で。風魔小太郎が聞いてくる事柄はそれほど重要じゃないから。うん。それから俺はいくつかノアへ質問をした。と言ってもまずは簡単なことからだ。警戒されないように、それとなく所属や上司の名前などを聞く。エドウィン・ブラック直属の戦士というわけか。少し違うけど、それ以上は言えない。そうか。こちらの質問には答えてくれるが、命令には逆らえないのか。言えないことは口にしない。なんとなくノアという少女の行動基準、会話に対する優先順位のようなものが分かってくる。この少女はエドウィン・ブラック。ノマドの指示には逆らえないが、それ以外のことは何でも喋る。本人が会話の重要性に気づいていないのだろう。外見は俺とそう変わらない年の頃のように見えるが、
その反応だけで何とも世間知らずのような印象を受ける。今までどのような生活を送ってきたのか気になるところだが、今はそんなことに構っている余裕もない。時間があれば重要な情報を聞き出せそうでもあるんだな。ねえねえ、卵焼きを一つちょうだい。ダメ。すまない、風魔小太郎。どうした？お弁当を全部食べてしまった。これは風魔小太郎のために作られた弁当だった。お前のことを考えて、お前のことを思って、お前のために作られた。ああ、そうだな。ための弁当を私が食べてしまった。栄養という面では確かに軍用レーションなどが少量で持ち運びも手軽、かつ即座に吸収しやすい。だがこの弁当は風魔小太郎のことを思い、味付けは好みに合わせ身を案じながら作られたものなのだろう。作り手のお前に向けた愛情が伝わってくる一品だった。お前そんなペラペラと喋るような性格だったか？それは、ミス・トキコの料理が美味しかったということでいいのかしら？うん、とても美味しかった。元に戻った。美味しい料理を食べたら一時的に喋るようになるのか。すまない、風魔小太郎。お前のための弁当を私が食べてしまった。いや、まあそこまで言われるとものすごく悪いことをしてしまった気になってくるな。帰ったらトキコに謝るか。だね。お土産何か買っていく？弁当はあまり気にするな。家に帰ればトキコの手料理はいつでも食べられるしな。この弁当がいつでも食べられるのか？一緒に住んでるし、弁当と言わず3食、朝昼晩料理を食べられるよ。おい、
べたい。何の冗談だ。本気だよ。信用できると思うか。それ本人の前で言うことかな。まあ私としては別にいいんじゃないって思うけど、コートララ島では助けてくれたし。その行動基準が未だによくわからんのが不安だがな。あら、手なんかつないで。私たちがいない間に随分と仲良くなれたみたいね。ほう、任務中だというのに敵の女を口説いていたというわけか。うちの隊長殿は服の袖を握っているだけですし、口説いてもいない。水木知らない。この場で一番発言力があるのはお前だな。いいえ、このメンバーの隊長である風魔小太郎にこそ最も強い発言権があるわ。同行する許可を求める。トキコなる人物の料理を食べたい。随分と、その、なんだ、超絶だな。何があった？トキコさんの料理を食べたい？妖魔なのに人間のご飯に興味があるの？先ほど食したお弁当はとても美味だったと思う。思うって随分と曖昧な感想ね。そういえば店で何か情報は得られましたか？あまりといったところね。この料理を食べたいという理由では誤射には入れられないわ。あなたは人を食べないとは言ったけれど、私たちと敵対した、人を傷つけたのだから。なら人を傷つけないなら一緒に行ってもいいの？それは。傷つけないよ。騒ぎになると面倒だ。気絶させるぞ。
づいたぞ。今回もいい式だったぞ。合格点をやろう。元気のタイマリン、上原凛、水産。数が多いね。やっぱりこの子。まだ誰も傷つけ。これだけの数を相手に全部気絶させただけか。全員打撲程度の傷です。ええ、そうね。面倒な怪物に見つかってしまう前にね。いやよし、片付いたぞ。よし、片付いたぞ。今回もいい式だったぞ。合格点をやろう。傷つけなかったよ。さっき小太郎くんのお弁当を食べたばかりですよね。体を動かすとお腹がすくの。喋るのもお腹がすく。新手が来るわ。いいんじゃない。まずは東京キングダムを脱出するまで同行を許しても。少なくとも戦力にはなるわね。よろしく。
とりあえず軍用のレーション食べます？しょうがない。戦うたびに食べ物が必要なんて燃費が悪いわね。申し訳ない。一番栄養があるのは人間らしいけど、人間は食べたくないから。なぜそこまで人間を食べることを拒む？いや、人間を食えと言っているわけではないが。私は人間の形をしているから。でも私は人間ではなくて人食いとして作られた。そんな私は何者？私はそれを知りたい。私が何者なのか、本当にただの人食いなのか。私は私のために作ってもらえた料理を食べたいだけなのに。